どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、プラオレの第11話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね。負けないからというところで、エリからですね、言う。 で、えー、クシロスノーホワイトの監督から松永監督に、まあ、こう、電話がそれぞれかかってきたりしていたわけなんですが、まあ、こう、4人ともね、こう、それぞれ負けないからっていう感じのことを言っていたりするっていうところが、まあ、やっぱり面白いなと思ったところではありますね。 そう。まあ、偶然だとは思うんですけど、一致してるっていうところがね、やっぱり面白いなぁというところで、まあ、それと、エリの方はですね、別にこう、ウに負けないっていうことを言いたかったわけじゃないっていうわけなんですが、まあでも、結局ね、それしか伝えられなかったっていうところで、まあなんていうか、逆にこう、伝えたかったね、チームのごたごたのこととか、 ま、こう、今なら優の気持ちがわかるとかね。まあ、そういうことを、ま、こう、ま、今の段階では無理に伝えるっていうことはしなかったのは良かったんじゃないかなっていうふうに感じたところではありますね。また、くしロスノーホワイトの監督はですね、松永監督に、こう、優がですね、伸び伸びとアイスホッケーをしているっていうことで、 まあそれに対してね、すごい感謝を伝えていたわけなんですが、まあ、とはいえ、こう自分自身の方がですね、こう、まあ、チームが団結にかけているっていうことに、こう悩んでいたりするっていうところで、まあそれがね、声に出てるっていうことで、松永監督の方が気づいたりしているっていうところがですね、なかなか微笑ましかったところではありますね。 そういうところで、まず一つ目の感想である、負けないからというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、決勝当日というところで、ついに日光ドリームモンキー,ー,ンキーズと釧路スノーホワイトの決勝当日になっていたわけなんですが、 マナカたちはですね、こう、朝早くから会場に向かっているっていうところが、まあ、こう、気合十分だなぁと感じたところではありますね。また、綾香がですね、こう、普段は、こう、全然言えてなかったマナカへの日頃の感謝ですね。まあ、そういったものをね、出発の前に伝えていたわけなんですが、なんていうかね、こう、改まって伝えるとなると、 気恥ずかしいっていうところはね、まあ、よく伝わってくるところではありましたね。まあ、とはいえ、真中もですね、普段から自分のわがままに付き合ってくれていることへの感謝ですね。まあ、これをあやかに伝えているっていうところがいいなぁと思ったところではありますね。他にも、リコがですね、ナオミの家まで 自然な感じで迎えに行っていたりするっていうところで、まあ、こう普段からね、こう迎えに行ったりしてるんだなっていうところがわかる感じだったんで、やっぱり微笑ましいところではありましたね。それと、薫子ややかが会場に一番乗りだっていうふうに思ってやってきたらですね、まあ、こうすでに優が、まあ、来ていて、まあ、ストレッチとか やっていたっていうところがなかなか面白かったところではありますね。まあそういうところで2つ目の感想である決勝当日っていうところ終わっておきます。でですね次3つ目の感想に入っていくんですが試合が始まってというところで、まあ、ついに決勝の試合が始まっていたわけなんですが まあこう、くしスノーホワイト側の、まあ、こう、マヤウォーカーによって、こう、あっさりと一点が入るっていう状況になっていたりしました。またね、こう、マヤの気迫に、カオルコがひるんだっていうことをですね、エリが見逃してはいなかったわけなんですが、まあ、こう、そのミスですね、まあ、こう、まあ昼んだっていうことを、ユウが厳しく追求するんじゃないかっていう風に、 思っていたら、無実にそういうこともなくて、ここから取り返していこうっていうことを言っているところがですね、こうエリをかなり驚かせていたわけなんですが、ここはね、本当にエリーが驚いているっていうところが印象的なところではありましたね。それと、マヤがですね、シュートを打つ前に、 表情が、こう、少しだけ引きつっていたりするっていうところが、まあ個人的には何か意味があったりするのかなっていうところで気になっているところではありますね。まあにしてもね、こう、クシロスのホワイトの方はバックをひたすらにですね、マヤの方へ流したりしていたわけなんですが、なんかそういうところに関しては、まあ予想通りな感じではあったんですが、 逆にそこでパックをね、渡るところを阻止すれば、まあ十分にパックを取ったりできるんじゃないかなっていうふうに思ったところではありますね。まあそういうところで、三つ目の感想である、試合が始まってというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回のラストからですね、クシロスノーホワイトと 日光ドリームモンキーズの決勝が行われていたわけなんですが、まあこういきなりマヤにですね、1点を取られるっていう風には思ってなかったんで、まあさすがに予想外だったところではありますね。また試合会場ではですね、地域の特産品とかも売り出したりしていたわけなんですが、まあ、本当に大勢の人で賑やかになっているっていうところが、 いいなぁと思ったところではありますね。あとは松永監督がですね、満員になったホームグラウンドでのビクトリーダンスですね。まあ、これをやる気満々だっていうところがなかなか面白いところではありましたね。まあ、とりあえず次回では真中たちがどうやって反撃していくのか、まあ、そこにはね、やっぱり注目しておきたいなぁと思っているところではありますね。 そういうところで、今回のプラオレの第11話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第10話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するの10話の感想と、役ならマグカップもの2期の11話の感想ですね。この日本更新してますんで、よかったらこっちの日本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、コミさんはコミショーですの第11話の感想と、真の仲間の第11話の感想、そしてですね、 白い砂のアクアトープの24話の感想とスカーレットネクサスの25話の感想ですね。この4本更新しますんで明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。